日はですね、千葉県の仁右衛門島に向かっております。母と二人で、ドライブですね。もともとは、千葉県の銚子にある屏風ヶ浦というところで、シーカヤックやる予定だったんですけど、本日あの台風が近づいてきてるということで風が強くて、惜しくもね、できないという連絡をいただきまして、まあ、海が見たいということで、千葉県の外房に向かうことにしました。まずこのまんま市原のサービスエリアでちょっと休憩ですかね。ほんと高速道路嫌い。はい、市原サービスエリアですね。混んでますね。そして激熱、ほんと今日暑い。サービスエリア出ました。外出てみて分かったんですけど、やはり風がかなり強かったですね。カヤックはやっぱり無理だったわ、この強さだと。このままですね、寄る場所もないので、ドライブを楽しみつつ仁右衛門島に向かいたいと思います。早くね、高速降りたいですね。ちょっと下道降りましたよ。いやー、ここからはドライブ楽しいですね。天気もいいしね、もういくらでも運転できますよ。うわー、気持ちいいわ。ドライブ緑と青見てよ、これ最高だよ。だいぶ海沿いに来て風情のある街並みがこのようにありますね。もうそろそろ着きます。仁右衛門島の近くの駐車場に着きました。結構混んでますね。しかも駐車料金高い。ここで1000円って。海がね、かなり綺麗ですね。透き通ってて見えますかね。全然泳げちゃうぐらい綺麗。このフラワーセンターに車を止めてます。もうこれは廃墟なのかな。廃墟っぽいですね。残念。いいですよね、この海沿いの感じ。うわ、見てください、そことか、ほら見てください、この感じね。あっちいよ、マスクきちいよ。この角度良くないですか。すごい。はい、チケット売り場なんですかね、まあ、乗り場が近くなりましたけれども、近くに旅館民宿がねありますね。いやー、いいですね。ではこの船に乗って、仁右衛門島に行きます。楽しみですね。
着きますね。着きました。着きました。見てこの雰囲気、沖縄っぽい、沖縄の離島っぽい。バーベキュー禁止なんですね、今年は。いってらっしゃいませ。風情のある建物ない、たまらん。さっき船に乗る前に、若者たちがバーベキューセットを持って、船に乗ろうとしたんですけどね、果たして彼らはどうなってしまったのか。結構来てるね。せっかく来たので遊歩道を歩きます。暑くて苦しいですけどね。いや、ほんといいっすよね、この手入れがされてない感。ほんと好き。見てくださいよ、この獣道と言わんばかりの舗装されてない道。景色すげー。で、もしかしたら見えるかな、この先に見える崖っぽくなってるところが本来行くはずだった屏風ヶ浦かもしれないですね。マジすごい道なんですけど、いいわ。島の主、仁右衛門さんのご自宅です。すごい立派な家ですね。泊まってみたい。池があって、これ庭ですね、先ほどの家の。はい、これが室内ですね。あ、危ない。わー、いいわ。そしてまた池があると。はい、では家を出て下っていきます。あ、海が見えてきた。だいぶ開けましたね。気持ちいい風が。源頼朝の隠れ穴だそうです。入ってみまーす。おお、お、洞窟が、洞窟が、おお、すごい洞窟。あれ、これ奥まで行けんのかな。あ、すごい広い。何これ、馬蹄石、気持ち悪い。すごい洞窟ができてますね。見えないかな。こんな感じです。皆さん、海辺で楽しんでらっしゃいますね。これはね、行きたくなるわ。岩場来てみました。あ、これはなんだろう。
きな穴は。おお、下がなんだ、魚さんを入れて水槽みたいな感じなのかな、もしかしたら。すごいですよね。もしこういう岩場、もしですね、カニいないかな、カニ、カニいないかな。あ、これもいけないや。他の国から流れてきたペットボトルですかね。結構ね、釣りしてる人多いんですけど、釣れるんですかね。おっ、おっ、おっ、おっきい釣ったな、今釣れるっぽいな。あちらが陸側ですね。いいですね、段々になってる住宅が。ではそろそろ戻ります、暑いんで。はい、というわけで駐車場に戻ってきました。いや、仁右衛門島久しぶりに来ましたけど、良かったですね。天気も良かったせいなのかもしれないけど、前回来た時よりもだいぶ好印象でしたね。まあ、ただちょっとこれ暑すぎたので、この風は強かったですけど、それがなかったら結構やばかったですね。というわけでですね、今回の旅はこちらで終了させていただきます。この帰りにもしなんかこう面白そうな場所があったら、また寄ってみたいなと思っています。よかったらチャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。